国立環境研究所気候変動適応センターの吉川と申します。えっと、それではこれから気候変動及び適応の基礎知識ということで、講義を始めていきたいと思います。で、まずちょっとあの中身詳しく入っていく前にえっと今。 この気候変動の分野ですね、非常にあのたくさんの、あのな何て言いますかえ、激動の時期を迎えております。でこれについて今、今、環境省のほうであの脱炭素ポータルというのが作られて、そこにいろいろなあの動画教材がえアップされておりまして、その中でもこの適応に関連していて分かりやすいなと思ったものをちょっとピックアップしてまいりましたえ。非常に分かりやすいもの,あの、3分間の動画ですので、ぜひ皆さんにご覧いただければと思います。それでは、えーと動画の ちょっと邪想定を超える気象災害が各地で頻発する気候危機の時代その要因とされる地球温暖化を食い止めるため2020年日本は国の政策の大きな柱として脱炭素社会への移行を位置づけあらゆる分野での構造転換を進めています。目標は 2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すこと2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みであるパリ協定では世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2度より十分低く保つとともに1.5度までに抑える努力をすることが求められていますしかし1.5度で温暖化が止まったら政府なのかと え言うとそういうことではなくて世界の平均気温っていうのが産業革命に比べて1.1度上昇したっていうふうに、まあ、言われてるわけですよね1.1度の温暖化でもう大変な思いしてる人たちってでに出始めてきてるわけですなので、まあ、せめて1.5度で止めようとあと0.4度しかないわけですよでそあと0.4度上がりよりて前で、まあ、温暖化を止めるということをしなくちゃいけないわけですよね。進行すするる地球温暖化そして今すでにある危機事実 気象庁の観測データによると、1時間の降水量が50ミリ以上及び80ミリ以上となる短時間強雨の年間派生回数は増加傾向にあります。また、大雨などによる増水で氾濫危険水位を超過した河川の数は、2014年から2019年にかけておよそ5倍に増加しています。激甚化、頻発化する気象災害、 それを裏付けるように風水災害による保険金の支払額はここ10年以内に発生した災害が上位を占めていますまさに気候危機の時代もはやこれまでと同じ CO2 排出削減対策だけでは想定を超える気象災害のリスクを抑えることはできませんそんな時代を生き抜くために気候変動と防災二つの課題を一気に解決できるとしたら 自家発電を守ってまあそれで省エネにもなってまあ防災にもなるというのはまあ今後増えていくんじゃないかなと思います。食料ですね、需給レギュリテというのは本当に大事なことだと思います。そういったことを兼ね備えたですね施設というのはこれからやっぱりあるべき姿ではないかなと。取り組みを加速させているのは自治体や企業、民間団体などのノンステートアクターたち。気候変動をかける防災のシナジー効果で持続可能な未来を切り開こうとしています。 いうことで。えー まあ、あの今見ていただいた通り今非常に気候危機ということが叫ばれてあの政府の取り組みそして政府以外の主体による取り組みあの全世界的に加速化しているという状況ですでこの気候変動への対応あの気候変動影響への対応ですね大きく二つに分けられます、えー、皆様あのご存知の方も多いかと思いますけれども一、えー、つは緩和策と呼ばれる CO2 を減らす温暖化の原因に直接働きかけるとありますけれども要は温室効果ガス の削減を図る対策ですねそれからもう一つがあの差し迫った影響への対応として、えー、変化する気候に備える取り組みこれを気候変動適用策と呼んでいますでこの適用というものではあのどう定義づけられているかということで気候変動適用法2条2項の記述をそのまま抜粋してみました適用とは気候変動影響に対応してこれによる被害の防止または軽減その他生活の安定社会もしくは経済の 健全な発展 または自然環境の保全を図ることと法律上にあの位置づけられています。つまりは気候変動の影響が表れるのをただ待つのではなくて、社会や生活の在り方を変えて影響に備えること、これが気候変動適応策であるとで。具体的にじゃあ何をするんだというところなんですけれども、例えば農林水産業でしたら、今現れている影響として、米やりんごなどの農作物の品質低下や収量低下というものがございます。でこれに対応あの 対する適応策というのは、例えば高温に耐えられる品種への変更ですとか、作付け時期などを気候のあの変化に合わせて変えていくこと、えー、あるいは日よけを設置して品質低下を防止すること、こういう取り組みがあるわけです。また、産業や経済活動に対しては、あの今の、えー、まあ、内水氾濫とかいろいろなあの災害が大きな影響を及ぼすわけですが、それによるあの影響を低減するために事業継続計画 （B.C.P.） の策定と。 といったことはいろろんなところで推しあの進められていますまた災害時の対応あの多言語での支援という形で社会全体での備えというものも進んでいるというところで、まあ、こ,うこういうあの新たなあのニーズへの対応新たな課題の解決というものはあの企業にとっては新たなビジネスチャンスでもあるという捉え方もされています。 で社会的、あの世界的にもです、ね、これ非常にあの特にあの民間セクターも含めて今、危機感が高まっている状況でございまして世界経済フォーラムというもの、えー、皆様あの多分、年初とかにです、ね、ダボス会議という名前でニュースにあの取り上げられているのをお聞きになった方も多いのかなと思いますけれども、まあ、あれはあの世界経済フォーラムの定例ああ会議なわけですが、まあ、そこの,報告あの毎年、報告書の中でグローバルリスクという いうものが、まあ、あの順位が発表されておりましてその中でも気候 行動の緩和適応気候変動への緩和適用の失敗というもの、これが影響も大きいし、発生確率も高い、いわゆるリスクの高い証言ですね、ここに上位に位置づけられているというのが、まあ、ここ数年続いています。で、今年度、2021年度についても、まあ、それぞれ上位の2番目に位置づけられたというところでございます。まあ、こんなななようなあの世界的動動きき国内外での動きを受けて、まあ気候 気候変動へのあのまあ、緩和の取り組み、そして適応の取り組みというものを、えー、国を挙げて、そしてあの自治体の皆様にも取り組んでいただく必要が高まっているというところでございます。で、今日のこの講義の内容ですけれども、まあ、今あの申し上げてきた。気候変動の状況。将来予測について、もう少しあのファクトを、えー、追加してえー。 ご提供するのとあと気候変動の影響そしてそれに対する適応策の具体例でそ,れにそれらの影響や、えー、適応策について法的にはどのような、えー、整理がされていて。えー 国はどう取り組んでいるのか、そして国間権はどう取り組んでいるかで、地域はどのような役割を法的に担っていて、どういう具体的な取り組みをする必要があるのかといったことをご紹介していきたいと思っております。では早速、年平均気温の変化といいますか、気候変動の状況についてご説明してまいります。 えと日本における、ね、平均気温の変化、これあの、毎年気象庁のホームページでですね、えー、といろいろなあの。 全国のデータ、それから地域のデータがダウンロードできるように整理がされています。でこちら、あの赤い線が、まあ、長期的なトレンドということで、100年あたり、今、日本の年、ね、平均気温というもの、約1.26度の割合で上昇しています。ただ、これ、あの青い線はです、ね、これ5年間の平均、それから黒い線が毎年の,あの動きなんですね。毎年の日平均気温を見ていただくと、ものすごく振れ幅があるのが見て取れると思います。で特にこの 2000年年から20年代ぐら2010ぐいですねこの辺あの、まあ、上下あの、えー、しているのもありますしあとトレンドがほぼほぼ水平になったということでこの時期非常に温暖化懐議論温暖化なんて嘘だったんだという議論が盛り上がったりいたしました。まああの危機 えっと、毎年の天気というものは、こういう、あの、グラフに見て取れる通り、あの、大変、あの、振れ幅があるもの。ではあるんですけれども、まあ、長期的なトレンドとして、まあ、こういう、あの、平均気温の上昇傾向っていうのが。えー、見て取れる、それは、まあ、統計的に、あの、もう、えー、事実であると。いうところを、抑えておいて、いただければなと思います。で、こういう、まあ、あの、暑さ、あの年、平均気温が増えてきて、まあ、高温が頻繁に現れるようになってきます。 とまああの。 影響が現れてくるのは、一つには熱中症搬送者数の増加というところで、例えば2018年、これ7月にあの東日本、西日本ともに記録的な高温ということで、猛暑日、非常にこの年、7月に多かったんですけれども、まあ、あの特に暑さがに体が慣れていない時期に猛暑が来たということもあって、非常に熱中症の搬送者数がですね例年の,まああの2倍近く、10万人近くにですね、えー、増えた、えー、ということがありました。まあ、このこの年の猛暑 これあの地球温暖化がなければ人為的な、まあ、の温暖化影響がなければあの起こらなかっただろうとも、えー、いうあの解析も出ている状況でございまして、まあえー、と今後こういうものの、えー、再発というものも考えられるとでそれから降水量の方もです、ね、先ほどの動画でもありましたけれども日降水量の方あの日降水量100ミリ以上という、えー、極めて強い 雨量の強い、えー、日数これ,あの、まあ、これも非常に上下が年による差が激しいわけですけれども、えー、徐々に、えー、増加傾向にあるという状況です。で一方で、まあ、この温暖化に伴う気候変動に伴ってですね今予測されているのが、まあ、非常にその、えー、気候の振れ幅というのかなあの雨量についてもざっと降る日とそれから全く降らない日と、まあ、両極端の日が増えるっていうようにあの10年以上前から予測されている ががされれれててていいたんですけれども、まあ、それが現実になってきていると、まあ、降らない日ですね、日降数量あの1ミリ以上の日数が減少ということは、あの降らない日が増加しているということになるわけですけれども、まあ、これが長期的なトレンドとして現れてきているということです。まあ、こうしたものが近年の日本で先ほどの動画にあった通り、いろいろな災害を強行していて、まああの 令和2年、昨年度ですと7月豪雨がございましたし令和元年東日本台風それから低気圧による大雨と前線による大雨というものも記録的な豪雨がございました、まあ、こういう一つ一つの,その気象現象自体についてです、ね、じゃあ,あの気候変動の影響があるのかないのかといったことはあのなかなかあの解析するには、まあ、あの年単位のです、ねえー、大量のス,パスーパーコンピューターを使った解析が必要になるので、えー、すぐには それがあの温暖化によるものかどうかという問いには答えられないわけですけれども、まあ、あの解析の結果温暖化がなければこういう豪雨はまあ発生確率が低かったみたいなですねイベントアトリビューションというような解析も今あの徐々に進んできてだんだんそういうあたりも分かるようになってきているという状況でございます。 年はですね、記録的な猛暑が続いていると、特に昨年はシベリアで38八度だったかな、非常に高い気温を記録したというのが報道されていました。で、こういうあの気候変動ですけれども、まあ、要因はあの正直あの簡単 えと一般向けの説明なんかでは、あのついあの温室効果ガスの増加がそのままあの気候変動を招いているという、えー、説明の、えー、資料もあ,のあるわけですけれども、まあ、それ以外にもいろいろオゾンですとか、まあ、当然にあの太陽活動の変化とか、いろんなことが気候変動の,あの要素としては関わってくると、あとは地表面の、まあ、反射率、アルベドというものの変化ですね、こういったものも複雑に絡み合って、気候変動というのは起こってくるんですけれども、ただ、 あのー、ここ。えー 最近ですね20世紀半ば以降に観測された気候変動は人間活動による温室効果ガス排出が主原因の可能性が高いとこういうあの取りまとめが IPCC というですねこれあの、えー、国際的な気候変動に関する、えー、政府間パネルという国際的な科学者の集まりで、えーえー、67年に一度こういうあの大きな評価報告書を取りまとめて公表しているんですけれども、まあ、それの最新の報告書第5次評価報告書の中でも えー、そういうえ評価がされているというところでございます。で、この辺結構あの多分えー、一般の市民の方からとかですね。あの純粋に疑問なんだけど、とかあるいはあの今え言われている。温暖化は嘘なんじゃないかみたいなことでお問い合わせ電話。実はじあのえ、行政にはよくかかってくると思います。私もあの環境省でよくそういうお電話を受けてえー、四苦八苦しながらお題をした記録があるんです。けれども、この辺詳しくえー、ちょっとおさらいしたいなと思ったらぜひこのえー、動画。を であの解説し,している分かりやすい資料がありますので、ぜひあのご覧いただければなと思います。他にもあの国研の,あの資料のあの タイトの中でですね後ほど紹介しますけど、その辺のよくある質問に答えるための、えー、Q&A、いろいろあの載せておりますので、ぜひご活用ください。でまあ、じゃあ、将来はどうなるのかというところなんですけれども、あの年平均気温ですね、21世紀末の,あの年平均気温は、えー、厳しい温暖化対策を取った場合、えー、RCP2.6 というのは、これ、後ほどちょっと説明しますが、えっ、ー、と、 2度上昇のシナリオなんですけれども、それでまあ大体1986年から2005年の平,年平均、20年間の平均に比べて、3から1.7度上昇すると、これ、産業革命前、あのパリ協定なんか産業革命前の比較でえと2度上昇とか言ってるわけですけれども、それと比較するときは、さらに0.6度を加えてください。まあえ そのぐらいの上昇が、えー、厳しい温暖化対策をとっても想定されていて対策を取らなかった場合はさらに高く2.6から4.8度、まあ、あの約4度程度の上昇が平均で予測されているという状況でございます。当然これ将来の予測ですので非常に幅があります。もともと気候というのはさっきの,あの資料で見ていただいた通り、えー、ジグザグと上下非常にあのするものですので、まあ、その年その年が暑かった寒かったで 変わってくるもものでではないんですけれども全体的なトレンドとして今こういう予測がされているというところでございます。でこの2度上昇する厳しい温暖化対策を取ったパターンとそれから平均4度程度,度上昇する温暖化対策を取らなかった場合でじゃあどういう影響が出てくるのかというところこれ昨年の12月に文科省と気象庁の方で日本の気候変動2020という形で現在の最新の観測予測を ん とそれれから予測の報告書が出されていますでそこからの、えー、ピックアップしてきた資料がこれなんですけれども、まあ、将来、えー、気温の上昇に伴って降雪、えー、積雪は減少するけれども大雪のリスクは低下するとは限らないとそれから激しい雨が増えるだろう強い台風の割合も増加するだろう海面水位が上昇し海面の,あの海洋の水温もです、ね、上昇するだろうとそれから、えー、と海表面積の ののの海洋酸性化の進行ここうういいいったととが予測されているというものでございますで今あの話題に出てきた RCP とかいろいろとこの、えー、と気候変動影響の資料を見ているとこのカタカナ文字とか略語とかがたくさん出てきて皆様、えー、非常に戸惑われると思います。で RCP は一番その中ではよく出てくるので解説いたしますとえっ、ー、とこれ、えー えー、と代表的濃度経路と、えー、訳しますけれども、それの、えー、頭文字を取って RCP。まあ、これはあの将来の温室効果ガスの増え方ですね。これ、あのなかなか一つには絞れないわけです。で、これ、いろいろなパターンが考えられて、それをあのどういう考え方で評価していこうか、あのどういうあ,のあ,のあたりで、えー、と影響評価というものをやっていこうかというのを IPCC、先ほど申し上げたあの科学者のえっ、ー、と 政府官パネルですねえこちらの方で4つのシナリオを整理されまして、まあ、あの将来の気温上昇を2度以下に抑えるという目標の中あの目標を達成できるシナリオとして RCP2.6 それからあの、まあえー、と温暖化対策を、えー、取らない、えー、シナリオとして高位参照シナリオ RCP8.5 と、まあえー、いろんな資料で一番よく出てくるのはこの2.6と8.5の 比較ですね2.6通称2度シナリオと呼ばれることが多いです。それとこの8.5は4度シナリオという呼び方、あるいはそうです、ね、温暖化対策を取らないシナリオというような呼び方もされますけれども、あるいは成り行きケースという言われ方もします。まあ、こういう用語がたくさん出てきますので、まあ、あのちょっとそういえば何だったっけと思ったらこの資料を振り返っていただければと思います。そして、えっと、じゃあ日本 日はその排出量どうなっているのかというところもついでですので参考にご紹介しておきますと我が国の、えー、と温室効果ガスの排出量これあのオレンジの丸で示しているのが、えー、と排出量の推移でして、えー、基準年2013年から2018年が、えー、と現時点の核放置がある最新値だったと思いますけれどもここ、えー、5年連続ですね、えー、と温室効果ガス、えー、減少し ていると。 いう状況にございますでこの間、えー、と実質 GDP は増えてまして、あのかつては GDP の動きと温室効果ガスの排出量の推移、えー、って、あのほぼ平行していると言われていまして、逆に言うと、あの温室効果ガスを減らすためには、経済にあの大ダメージを与えないとだめなんじゃないかという言われ方がしていたわけですけれども、そうではなくて、GDP を増やしながら、えー、デカップリングと言ってますけれども、増やしつつ、えー、経済発展をさせつつ、えー、温室効果ガスを減らしていくと。 ということが日本は実際にできているという状況にございます。でこれをもっともっと加速化させて経済成長をあの脱炭素で測りながら、えー、しっかりと温室、えー、効果ガス排出ゼロを目指していくというのが今求められている取り組みということになります。じゃあこうしたあの気候変動の,あの状況が、えー、気候変動の影響としてどう表れているのかという部分なんですけれども。ちょっとあの、えー かいつまんでの説明になりますけれども、この影響というもの,あの、非常に幅広い分野で影響が予測されています。農林水産、水環境、水資源、自然生態系、自然災害、健康、えー、産業、経済活動、国民生活、都市生活、これあの7つあります、影響7分野という呼び方をしてますけれども、あの国が行っているあの、5年に1度行うことになっている気候変動影響評価というのがありまして、この中で、 この今申し上げた7分野をさらに細分化して7分野71項目でえ具体的にあの将来の気候変動影響の重大性緊急性それからあの科学的知見のまあ革新度ですねこういったものを評価をして一覧にまとめて 公表をしていますでちょうど最新の,あの評価が昨年度行われまして令和2年の12月昨年の12月に最新の報告書が、えー、公開されています。でまあ,あの総論版だけで98ページそれから、えー、と詳細版になると500ページ近い、えー、非常に大部の報告書ですけれどもあのそれぞれの分野でどういうことが起こった 観測事実として存在するのかそしてどういうことが起こっていくのか、えー、知りたいという時には非常にあのよくまとまった、えー 1>, 1回で見られる報告書ですので、ぜひ皆様、一度はあのお目通しを、えー、いただければと思います。でその中からあの具体的な影響をいくつかピックアップしますと、例えば農業、えー、分野、えー、米への影響がすでに表れているものとして有名です。白未熟粒といいまして、こういうでんぷんの蓄積が不十分のため、えー、白く濁って見える品質の悪い米の発生とか、あるいは亀裂のある銅割れ米とか銅割れ粒と呼ばれるもの、これの発生など、それから中型の 世界の多発こういいった影響が現れてきてきるとそれから自然生態系の方ではサンゴの発火ですとかあるいは水産生物のまあ、あの餌場とかですね回遊経路が変化していつも取っている漁,あの漁獲域では取れなくなってしまってきているというようなことも起こってくると。それ えと自然災害、塩害域という分野では、これ、各分野について、こういう影響の概,概略図というものが、今回の影響評価報告書には載せられてるんですけれども、いろんな気候、えー、自然的要因が複雑に絡み合って、気候変動によるさまざまな影響を引き起こし、それがさまざまなセクターに波及していく、えー、こういうところが、えー、起こっているわけでございます。 ししていますし将来の降雨量というものを特にあの4度シナリオの下では洪水の発生頻度が相当上昇するという予測が出されています。でこういう自然災害等の増加は当然産業経済活動にも影響を及ぼすということでまあその立地しているその地点あるいは働いている地点での影響というのもありますしそれからサプライチェーンを通じた影響。あの 我が国の国内だけではなくて海外で起こる気象災害による被害もサプライチェーンを通じていろいろなダメージを産業活動に及ぼしていくということで、まあ、企業の関心それから金融セクターの関心というものも非常に高まっているというのが最近の状況ですでじゃあこれに対してどんな適用策があり得るのかというところが適用策の具体事例ということでいくつかご紹介したいと思いますでまずは適用策の基本的な考え方と というところなんですけれどもあの、適応策、潜在的適応策と呼ばれるものと、追加的適応策と呼ばれるもの、え2つに分かれると考えています。であの すでにえっ、ー、といろいろなあの今あの申し上げてきたような影響っていうのはすでに表面化していって、すでにいろんなところで対策が取られているので、今気候変動適応策という形で改めて位置づけられてはいなくても、あの適応策として機能している施策っていうのが実はたくさんあります。ただそれはあくまでも現在すでに現れている影響に対して対応している施策であって で将来それがあのさらに激甚化していくというところまで考慮して行っていくのがまあ追加的適用策というものになってきます。でこれはあの当然将来予測ということで非常に不確実性が高いで変化していくえことがあの想定されますのでまあ予測をもとに幅を持たせて様子を見ながらまあ順応的管理え特にあの自然環境の分野なんかで昔から使われているえ考え方ですけれども、え。ー 常に状況を監視しながら、えー、その状況に合わせて計画を柔軟に見直して対応していく、えー、そういう、えー、適応策の取り方っていうものが求められていくというところでございますで、えー、今の話を、えー、具体的に、えー、と分野ごとに示したものがこちらの表になりまして農業、えー、それから水災害、えー、農林水産、えー、のあ森林 生態系健康といった分野で既に、えー、既存施策として例えばあの、えー、と農業の分野でしたら農業試験場を中心に技術開発などがこの、えー、想定される影響に対して進められているけれども、まあ、追加的な、えー、対策としてさらにそれをあの普及させていったり長期予測に基づいてじゃどうしていったらいいのかといったあたりの、えー 検討課題はま、えー、まだまだあるとそれからあの健康面でもですねえっ、ー、と今あの熱中症患者が増加傾向にあ,あるということもあってまあ、今の対応として、えー、既にあの熱中症警戒アラートといった形で情報提供が行われているわけですけれども、まあ、今後、えー、それに、えー、よりえっ、ー、と 今後増加が予測されるのでよりもきめ細やかな例えばあの特に影響が強く現れる高齢、えー、単独世帯への支援ですとか、えー、そういったものを検討していくことが今あの行われているとこれ長野県でのモデルスタディから抽出した例になります。で、えー、っと農作物に対しては既にあちあの全国で高温耐性米の開発というものがかなり、えー、以前から進められておりますが、えー、まだまだ実際に 普及しているかと <laughs> あすいません、えー、普及はこれからと また水産業というところではあの海苔のです、ね、高水温に耐えるような海り品種の開発といったものも進められていると、それから自然保護の面では、えー、環境省の方で国立公園の保護区で、えー、適応策を行っていくための手引きというものが出されていたり、えー、いたします。で、防災の分野が、まあ、やはりあの一番時間のかかるあの適応策を取,ろうにあの取るにも非常に時間も、えー、コストもかかる分野でございます。 ます、あ、が、まえっ、ー、と今後の直えー、ちょえー、すません喫緊の今のえ危険に対応するだけではなくて、将来想定されるまああの、えー、危険にも対応した、えー、例えば水門設計といったものも、えー、検討されています。まあ,あのテムズ川などが有名ですけれども、これはあの愛知県のえー えー、日光河での、えー、と改築事業の検討状況ですね他にもあの大阪府の方でも同様に防潮堤の将来の,正代の、えー、気候変動も考慮したような,、えー、なでしょうか設計の在り方の検討といったものが今進む 急ピッチでで進みつつあるという状況ですでこの分野あの適用策の中では生態系を活用した防災減災エコ DRR、えー、といったものにも非常に今着目が集まっていましてあるいは EBA エコシステムベースドアプローチとかですねあるいはアダプテーションあのそれから NBS、えー、ネイチャーベースドソリューションとかいろんな言われ方をしておりますけれども、まあ、あのそういう考え方が、えー、国際的にも 国内でもどんどん注目されているとグリーンインフラというような言葉でも皆様を耳にあの耳にされているかと思いますこれについてもいろいろな今資料が充実しつつあるという状況です でまあ、こういうあの気候変動の影響、えー、適用策について、じゃあ、国はどう取り組んでいるか、法律の体系、どうなっているかという部分なんですけれども、まあ、の気候変動施策ですね、先ほど冒頭で申し上げましたとおり、緩和策と適用策の2つがあると。緩和策についてはもうあの1990、えー 2008年ですかに、えーまあ、前年の京都議定書採択を踏まえて地球温暖化対策推進法いわゆる温帯法が。えー 成立しましてで、まあこれに基づいてえ、様々、皆様実行計画とか区域え施策編とか作ってこられていると思います。で、今、あのまさに今国会にですね。その温帯法改正案というものが出されているとで、一方気候変動。適用についてはえっ、ー、とずっと法律はなくて。あの。 取り組みがされてきたんですけれども、えー、2018年の12月、気候変動適応法が、えー、成立施行されまして、であのその適応法に基づく、えー、適応計画の策定ですとか影響評価といった取り組みが行われているという、えー、ところでございますで。このスライドは緩和策と適応策はあの気候変動への対策の両輪であるということを示したくて、えー、あの環境省で作った、えー、資料な。んです つ作っている支障なんですけれども、この気候変動適応法に基づいて、すね、我々国立環境研究所はあの適応業務というものを担うことになりましてあの、自治体の皆様への技術的支援という業務を法定業務として担うことになった。 この気候変動適応法に基づいて、まあ、今あの環境省が進めているのがあらゆる施策の中に気候変動への取り組みを、えー、組み込んでいくというところでございまして、まあ、そのための仕組みとして、えー、5年サイクルで、えー、最新の科学的知見をもとに気候変動の影響を評価してで適応計画という国の閣議決定されるです、ね、全省庁が取り組む、まあ、あの計画を、えー、改定していって。 でそれを実施していくでさらにそれを毎年進捗確認をして、その進捗状況を公表して、で5年に一度大きな見直しを行う、えー、こんなようなサイクルで、えー、気候変動への取り組みを進めているというものです。 気候変動適用法、えー、平成30年の6月に公布されて、12月に施行されたものですけれども、まあ、今申し上げたとおり、えー、適用の総合的推進ということで、適用計画の策定、影響評価の実施というものが法定の、えー、事項として盛り込まれています。そして、地域の,あの都道府県市町村での地域気候変動適用計画策定の努力義務ですとか、えー、広域協,会協議会の組織、こういったものもあの法律上に位置づけられて で他国地方公共団体事業者国民の担うべき役割の明確化というものも法律に基づいて図られているということです。でまあこれ平成30年にまあ成立したわけですけれども昨年改めて国会で気候変動あの分野についてのの分野について、えー 気候非常事態宣言というものが国会で可決されていましてやはりあのさらなる取り組みが必要であるという認識がされていますで気候変動適応計画今ちょうどあの今年度中にですね改定される方向で見直しが進められているんですけれどもこの中にはまああの 安全安心で持続可能な社会を目指すということで大きな目標それから関係者の役割そして基本的な7つの戦略と進捗管理の仕組みこういったものが盛り込まれてで具体的な個別分野の取り組み農業分野ではこういう取り組みをするみたいなものが非常にたくさん施策として載せられています。 じゃあ、えー、環境省だけがこれをやっている、えー、ものではありませんので、各省の取り組み、どんなものがあるかを、えー、少しご紹介しておきますと、まあ、国交省では流域治水という考え方で、ですね、えー、気候変動の影響、それから気候変動のみならず、社会状況の変化などを含めたあの踏まえた、えー、対策の推進というものが、えー、図られていると。 いう状況ですまたあの農林水産省の方でも、えー、今までもあの気候変動影響の,あの研究等をやってきたわけですけれどもその成果を具体的にじゃ社会実装するために、えー、あの生産者向けのです、ねえー、気候変動適用ガイドというものが分野ごとにあの作物ごとに今あの順次公表されているという状況でございます。 で環境省、気象庁の方では今年度から熱中症警戒アラートというものを共同で全国運用を開始しておりまして今までもあの暑さ指数というものを皆様あの耳にしたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、WBGT、えー、暑さ指数ですね。これをあの、まああの 予測情報を、えー、とサイトの方で公開ししててきておりましたで一方で気象庁さんは、えー、と真夏日とか猛暑日の、えー、情報というものを、えー、出してで、異常高温の情報みたいなものも出してきていたんですけれども、あまりにバラバラではないかというような話もあって、ですね両所を協力して、えー、特に、えー、高い、えー、暑さ指数、あのまあ、31以上がだいたい熱中症が急,あの急激に増加する、えー、危険な水 それを上回って暑さ指数が33度以上になると、都県内でどこ,かどこかがそういう形になると予想された場合に、この熱中症警戒アラートというものが、えー、環境省、気象庁から、えー、公表されると、えー、そして注意を喚起されるというような、そういう取り組みが始められています。 いま,すまたあの金融面でもですねサステナブルファイナンスという形で取り組みが進められていて、まあ、適用に対してどういうあの金融、えー 支援をすするるかとととといいいううこころも検討がされているということで,すで国立環境研究所はその先ほど申し上げた気候変動適用に法に基づいて、えー、技術的支援の業務になっておりますのでいろいろな国の調査機関あの調査研究機関ですね、えー、それと協力体制を連絡会議という形で作りまして、まあ、その協力も得ながら、えー、A プラットという情報プラットフォームあの後ほど詳しくしあの説明しますウェブサイトを用 してそちらの方を通じていろいろな情報発信の方をさせていただいております。 えー、あの具体的にどんな活動をしているかと言いますとあの自治体の皆様方々皆様からのご依頼に応えて講師の派遣ですとかあるいはファシリテーラーの派遣といったことを活動もさせていただいておりますし今日行っているような研修会ですね今日のあの新任社研修は今年が初めての取り組みなんですけれども、まあ、あの初級研修という形で地域の気候変動適応計画を実際にグループワークで作ってみるそういう、えー、研修それから あのさらに高度に専門性の高い研修を行う中級研修というものも昨年度は行っておりまして、今年度も同様に行っていきたいと思っております。でこの辺あの過去のものはですね動画でも視聴いただけるようにこの中級研修などはアップロードしておりますのであの慣れてきたらぜひそういったものも。 えー、見ていただければと思いますしまた、えー、相互に情報共有を図る場を設けるというのも非常にあの大切なことだと思っておりましてそのための意見交換会や、えー、地域適用センターという、えー、センターありますけれどもまあ、そちらとの意見交換あの定期的な情報交換の場も設けています。 まあじゃあ地域はえ何をしなければいけないのかということなんですけれどもえちょっとここから法律のお話が多くなって恐縮なんですがえ地域き 気候変動適用法第4条の中で、えー、地方公共団体はその区域における自然的、経済的、社会的状況に応じた気候変動に、えー、適応に関する施策を推進するよう努めるものとすると,という、ま、責務が、えー、かかっていると、それからその区域における事業者等の、えー、適用、それから適用に資する事業活動の促進を図るため情報の提供等を行うと。とこれも 務めるものとするということで努力義務がかかっている状況でございます。で、えっ、ー、と気候変動適応のまあ、推進ということでまあ一番、えー、ありますのが地域、えー、適応計画の策定と実施ですね。それから、えっ、ー、と地域における気候変動、えー、適応の促進ということで上ス 法の発信とか、えー、関係者の理解情勢広域的連携というところも求められていると。で、えー、地域における科学的知見の充実活用のための地域センターの活用ですとか、えー、確保ですとか、その政策への活用ということも求められています。で、やはりあの気候変動の影響というものを、まあ、例えばあのどの分野がその地域に とって一番あの影響が大きいのかあの重視している分野で守りたい分野なのかっていうのはやっぱり地域の何て,て言いますか、まあ、立地条件もありますしそれから地域が目指す将来像こういったものによって ですねでですですのであの地域の特徴それから地域の目指すところ将来ありたい姿こういったものに応じたきめ細やかな気候変動適用というものが必要になってくるだからまあ地域での気候変動適用計画というものの策定が非常に重要なんだと思っておりますやはりあのどの作物が重要なのかとかどの作物に着目して情報が欲しいのかこういったものはやっぱ地域の方々でないと わからないし地域にとって有用な情報でなければ意味がないというところであると思います。まあえー、このために、えー、地域気候変動適用計画の策定、それから地域に、えー、適用センターを設けていくという取り組みが法律的に位置づけられているというところです。で今まで申し上げてきたとおり、地域には、えー、地域の実情を踏まえた計画を作る。えー 役割が期待されていますしまたその取り組みを促進するために情報拠点として適用地域の適用センターを設立するそして関係者が一丸となった取り組みを進めていったり情報発信を関係者にしていくこういったことが、えー、求められているわけでございますじゃあその全国的な状況はというものを示したものがこちらの図なんですけれどもこちらは気候地域気候変動適用計画の策定状況ということでまあ39都道府県39 地区において、えー、気候変動に、えー、適用法に基づく適用計画というものが、えー、策定されています。で、策定の仕方はいろいろで、あのー、温帯計画の中のまあ、一節として気候変動適用に関する、えー、計画を、えー 記述している自治体もあればあるいはあの環境基本計画地域のあの環境基本計画の中にそういったものを設けているところそれからあの適用について全く、えー あの一つの計画を立ててているところ、まあ、取り組み方はあの自治体によっままちまちですでその位置づけの仕方もすでにあったあの法制工事にあったものをあの法定計画として位置づけ直したところもあれば、えー、法律が施行されたのを機に新たに策定されたところもあるということで現在この新たに策定あのしたところが、えー、どんどん、えー、増えてきているという状況でございます。 ただ、まだまだ市区の方はですねこれからという段階かなと思っています、市区町村の方ですね。 でえー、とじゃあ、地域気候変動適応センターの設置状況はといいますと、まあ、これは今、31道府県8区で設置をしていただいています。いろんなあの色がついてますけれどもあの、この地域気候変動適応センターというものもです、ね、設置の形態というものは非常にあのバラエティーに富んでいまして、例えば地方公共団体の中に町内横断組織を設けて、それを地域気候変動適応センターと位置づけておられるところもあれば、 町内組織とあの地方環境研究所といった研究機関あるいはあのいろいろな合同の,あの農林水産系のです、ね、機関等との合同の研究機関をそういう形で位置づけているところもありますであるいはあの大学と、えー、地方公共団体が連携してというような事例もあるそれからあの地方環境研究所がそのセンターを担っているところももちろんありますし大学が、えー、単独で、えー、この 地域の気候変動適用センターとして指定を受けている、そういうところもあると、あと公益法人等が担っているところ、いろんなやり方が地域によってあるというところです。で地域の気候変動適用計画とは何かというところ、これはあの気候変動適用法第12条の方に位置づけがございます。まあ、あのー 後ほど資料を振り返っていただく、あるいはあの法律の方、で非常文を一度あの読んでいただく、築城解説といったものも出ておりますので、ぜひあのご覧いただければと思いますが、あの科学的な知見に基づいて中長期的な視点で計画を、あの対策を進めてるための,、まあ、あのツールということでございます。であの地域 適用計画の構成、大体いい標準的には計画における基本的な事項、それから区域の特徴、影響に関する情報、適用策に関する情報、こういったものが設けあの、えー、盛り込まれていまして、その策定のためのマニュアルというものも手順とかひな型とか情報整理のためのシート、いろいろな、えー、ツールが今、えー、提供されておりますので、えー、これを使ったまあ研修というものも私どもさせていただいております。での,、まああの,事例の方 後ほど紹介しますが A プラットの方からあのアクセスができましていろいろなあの地域の事例岩手県なんかですとまあ予算額を伴う具体的施策が位置づけられているってあたりが特徴的なのかなとあとは徳島県さんですと、まあこのえー、数値目標がしっかり設定されているというところが非常にあの先進的な取り組みでいらっしゃるなと思いますそれからあの市町村でのえと取り組み例として那須塩原市さんの例もあの Oh インタビュー、えー、記事載っておりますので、まあ、敵を通して、えー、市民の幸せなまちづくりに貢献するということで非常にあの意欲的に取り組まれている事例です。でこういう個々の,ここの自治体レベルの取り組みだけではなくて、えー、地域レベルあの広域でのです、ね、取り組みというものを進めていくために、えー、全国7地域に今気候変動適応広域協議会というものがそあの組織されていて環境省の地方環境事務所が所,所務を務めて、えー、進められています。 でそれぞれの,あの地域の協議会の中であの、具体的なアクションプランを作るための取り組みが今、進められていまして、地域の関心事に応じてです、ね、例えばあの、えー、北海道ではエコ o d r r と事業活動文化会という2つの文化会が立っていたり、東北では雪と、えー、水産と生物・季節、それから九州、沖縄を見ますと、まあえー、災害と暑、えー、熱と生態系とか、それぞれの地域の,あの関心事に合わせてです、ね、こういうアクションプラン策定 ののための、えー、具体的な、えー、取り組みがされているというところです。 いた、えー、目標の時間になってまいりまりしたものすごく駆け足で今までご紹介してきましたので多分あのたくさん取りこぼしわ、えー、からなかったところいっぱいあると思いますので、まあ、この今日の資料を見返していただいたりわ、えー、からない用語については是非気候変動適用用語集ですとかよくあるご質問というものを A プラットに載せておりますのでそれをご参照いただければと思います。まあ、ここが知りたい地球温暖化 っていうあの地球環境研究センター、私ども国関係のですねそちらが出しているもの、それからそれの適用編、これは A プラットの方に載せておりますけれども、こういったものもぜひご活用いただければと思います。で他にもえっと気候環境省のホームページですね、気候変動への適用というページを開けますと、まあ、築城解説がここには掲載されていたり、あとは適用計画の最新版とか、さまざまな行政文書のまあ最新情報はこちらに載っています。であの やっぱ一度は法律、築城解説を見ておくことがあの私、個人的にはお勧めなんですけれども、まあ、これはあの好みかなと思います。それからもっと分かりやすく、あのとっつきやすく気候変動適用について知りたいということでしたら、お勧めなのが、えー、当センターの副センター長でいらっしゃる肘岡さんが書かれた、えー、と気候変動への適用を考える不確実な未来への備えという書物です。本当は書物の,あの 画面出せればよかったんですけれどもちょっと著作権上の問題が <laughs>、えー、あの出版社との関係でありましてちょっとあのー 表題のみのみ、えー、ご案内とさせていただきます他にもあの a プラットの,あの Twitter アカウントですとかあと YouTube チャンネルの方でですね今 a プラチューブというようなあの番組の配信などもしておりますので是非皆様あのフォローいただいて、えー、日々あの頑張って情報を配信しておりますので少しずつそういうところからも情報を拾っていただいて、えー、皆様の 自治体での適応策の推進に役立てていただければ大変ありがたいなと思います。 でえー、大体あのお時間になりましたので、えー、非常に駆け足で、えー、恐縮でしたが、まとめますと、まああの、気候変動、温室効果ガスの排出増加に伴う気候変動に対しては、緩和えー、適応策と緩和策の双方が不可欠であると、えー、そのような、えー、状況の中で、2018年の12月に気候変動適応法が施行されて、さまざま各主体の役割が整理されて、地域の適応策についても法的な位置づけがしっかりされているという。 と,ところそして地域レベルでその法的な位置づけに基づいて適用計画の策定適用策の実施が進められていますでそのためそれについては地域の状況に応じた実施とそれから最新の知見を踏まえた見直しというものが重要であるとこういうあたりがきょうお伝えしておきたかったことですでご関係あの皆様への,あの情報あ 提供ですね技術的助言という業務をあの繰り返しになりますが法的責務として担っておりますのであの何かわからないことそれから相談したいこと地域の気候変動適用計画を策定する中で困っていることなどございましたらぜひお気軽に、えー、私どもの方にご相談をいただければありがたいなと思います。えー、以上でと、えー、とりりああえず私のの、えー、講演の方を終了させていいたただきまますごご清聴誠にありがとうございました